ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そしてこのビデオ映像を5年後、10年後、20年後、50年後、そして100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2677年平成29年12月5日火曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後4時5分ほど前です。気温は15度です。言論の自由と報道の公正を街頭で訴え続けております。政治団体君の会長谷川隆です。報道の公正、公正なる報道、言論の自由をここ東京新宿駅南口で訴え続けております。長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年12月5日です。後期2677年、この後期という元号はご存知のように、日本の初代天皇神武天皇が即位された、西暦で申しますと紀元前660年を元年とした元号です。さて、連日ニュース、テレビのニュース、あるいは新聞、スマート、それからインターネット等でご存知のように、北朝鮮の漁師さんと見られる方々が遭難し、日本海に流されてきております。誠に遺憾ながらね、ちょっと不埒な漁民の方もおられたようです。日本のね、漁師さんの避難小屋から電化製品をね、あるいはバイクなんかをね、盗み出した。まあ当然ですよね。当然というか、まあその避難小屋といってもね、鍵は一応かかってはいるんでしょうけどね、私たち日本の普通の住宅でこれを壊そうと思ったら、まあ簡単に壊れちゃうようなドアですよね。とてもじゃないけど、思いっきり防火なんか、あるいは蹴飛ばされたりね、しようもんなら開いてしまいますよ。また地方なんかね、鍵もかけてないところも多いと思いますよ。これがね、実態なんです。なかなかね、私もここでね、何度も申し上げてるように、まあ漁師さんとかね、難民の方々が、漁師さんとか、こんなこと言ったらなんだけども、ね、農業や漁業をやってる方々ならまだいいだろうと、難民の中にはテロリストも入ってるよと、ね、中には武装難民だよというようなお話もしてみました。しかしね、現実は漁師がね、時には海賊になってしまう、まさに海賊になってしまう、これが現実なんですよね。拉致の問題も結果的にこういうことでしたよね。日本が備えが甘い、そしてそれに対して即座に対応しない、きちっと対応しないがためにね、大きな犯罪を犯させてしまう。私たち日本の国がね、やはりちょっと平和ボケしちゃった、まあボケたどころかそれ以上のものになってしまったんで、それから
敗戦後のね、昭和の30年代、40年代はどうも武装する、あるいは備えるということに対して戦争につながるんじゃないかということでね、ちょっとアレルギーになってました。しかし今度今日は戦後も70年も続いてしまうと、どうしてもこの緊張感が足りない。まあ幸いにしてね、大きな衝突もなく今日に至っておりますんでね、もちろん忘れてはならないのは拉致被害者の問題ですね。この問題はやっぱり忘れてはなりません。これが最も重要な事件です。そしてね、皆中にはね、こういうことをおっしゃる方いる。拉致の人数もまあ限られてるんだから、いや燃えないんじゃないか、事件は事件としてとおっしゃる方がいる。実はこれが一番の問題でね、この即応しなかった、対応しなかったということが、北朝鮮、彼らに助長させてしまった、あだ取られてしまった、そして彼らもね、どん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 エスカレートしてしまった、このことは、今現在起きている漁民の問題、北朝鮮からの漁民の問題も、同じ問題が起きようとしています。こんにちは。それはこの漁師さんがたびたびここで私が申し上げているように、北朝鮮の漁師さんが北朝鮮の領海で、あるいは公海上で漁をしていて、そして事故に遭って、あるいは遭難して日本の海岸に流れ着いた。まあもちろんこれも不幸なことですし、ああそうですかというわけにいかない。ただ現実にこの問題は、彼らは日本の領海ですでに侵入し、日本の領海で、そして経済的排他的経済水域の中で侵入して漁をしていた漁師たちなのです。すなわち日本に流れ着いた漁師の方々はね、遺体で流れ着いた方もおられます。表に出た数字はね、私たち日本の方で発見した遺体の数はそこそこの数字でしょう。しかしそれ以上の多くの漁師の方々がね、遭難してると思いますよ。まあ当然そうですよね。100艘難破して100艘日本にたどり着くわけじゃないから、ね、もちろん沈むのもあるでしょう。結局ここで日本の国が、日本政府が、私たち日本がその領海、経済的排他水経済水域の中での漁をきちっと取り締まっていれば、このように難破する、遭難する北朝鮮の船も少ないということなんです。やることをやる、やらないことはやむを得ないというのではなく、やることをきちんとやらなければ、次の問題、次の犯罪、次の武力衝突を生んでしまうということなんです。こんにちは。すなわち日本の政府の海上保安庁の海上自衛隊の対応が不十分だがゆえに、今日のこの北朝鮮漁民の遭難、あるいは
海賊行為が起こってしまっているのです。政府もね、それぞれのセクション担当の大臣が一通りの説明をしています。しかしここでね、きちっと対応しなければさらなる問題が起きます。至急に対応してください。対応しなければダメです。それはこれから北朝鮮の紛争による朝鮮半島の紛争による難民の問題にも関わってきます。問題の対処の方法にも、具体的な行動にも関わってきます。まずは第一に、日本の経済水域の中から不法に入っている北朝鮮の漁船、中国の漁船、大韓民国の漁船、ロシアの漁船を完全に押し出してください。このことが先々の武力衝突を避けることになるんです。武力衝突を発生させないことになるんです。場合によっては侵入を制止を聞かない者に対し、制止した者に対して聞かない者については撃沈をすると、武力を持って、もちろん警察権の中の武力ですけどね、武力を持って逮捕する、排除する、それをきっちりやることが次の難民を生まない、あるいは次の事件を生まない、次の審判、妖怪審判を生まない、そして工作員の日本への侵入を防ぐことになるのです。今現在の状態では、さあいらっしゃいと言ってるようなもんです。日本海沿岸のね、今回見ても分かるように、漁師の避難所に、避難小屋にしてみても分かるように、無防備ですよ、ね、あるいは日本海の漁港にしたところで、こんな武装なんかしてませんよね。皆さん対応できないですよ。今現段階では対応できません。また難破船が来た、遭難船が来たと言って地元の警察に電話したところで、パトカーが来て、それがやっとですよ。それに今回も見ても分かるように、ただ単に武装だけじゃない、今度は伝染病やね、そういったような問題が起きている。それに備えなくちゃいけない。それに対して私たち日本の国は対応しようとしているのか。きちっとそれをやっていることを、そして発表する、公表する、世界に堂々と発信をする、これが大事なんです、ね、とかく空襲警報を鳴らすと、ね、煽ってる煽ってるなんて言ってるバカな者もいます。愚かな人たちもいます。それではダメなんです。こんにちは。煽ってる のではなくて、堂々とこちらが防御しているよというところを世界に示して、隙を与えない、これが防衛につながります。
日本の安全保障上の防衛にもつながります。犯罪の抑止にもなるんです。煽ってるわけじゃない。何かとね、野党の諸君とかどうも日本を貶めようとする反日工作員と思われる人たちが堂々とテレビの番組やニュースの解説、あるいはその他のマスコミ等で煽ってるなどと言ってる者がいます。そうではありません。堂々と日本の備えを堂々と発表する、そして威嚇する、そのことがね、抑止につながるんです。こんにちは。北朝鮮のこの紛争についてね、できるとこからきちっと備えようじゃありませんか。こんにちは。ありがとうございます。